三月の二十日月曜日です午後の三時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手さあ今日はですねこの楽旅京町屋の二階からお届けしていますこのお部屋は このの京町屋屋一番、北側にあるお部屋です。本来、太陽は南ですから暗いお部屋なはずなんですけれどもちょうど後ろに白い蔵もあって北からの反射した光もよく差し込みまして意外とね、北側にあるお部屋なんですけれども明るいお部屋なんです。4畳半の小ささなお部屋で、かつては女中さんが控えた、 控えのお部屋として使われていたようなんです今はこのお部屋には祇園祭り葛挙山の血巻をお飾りしていることからまあ私たち楽旅ではこのお部屋を葛挙の間と呼んでいましてまあ小さな四畳半の小部屋小さなお部屋になってるんですねで今日は気温が20度を超える暖かさで今窓を開けておりますけれども外も 大変いいお天気です雲が一つもないお天気であまりの外の明るさに私の顔がほとんど真っ暗に映ってるんじゃないでしょうか今何とかねこれライトで顔を照らしてこの明るさを保ってますがこれライトが当たらくなるともう顔が真っ暗になるほどまあ、今カメラで捉えられるこの明るさはもう 窓の外のいいお天気に焦点があっていますからもう私の顔がちょっと暗く映っていると思いますけれどもこれはお天気の良さの裏返しだと思ってねちょっとご了承いただきたいと思いますさあ今日はですね20度を超える暖かさでこのまま一気に桜が開花が進んでくるんではないでしょうかもう場所によっては3部から5部程度まで咲いてきているところもあります。ただね 場所によって結構ばらつきがあるみたいで昨日も少しお天気が優れずに寒かったのもあってややつぼみが硬くなっているところもあると思うんですね。なんとか花持ちがいいこの春のシーズンになることを願ってまあ三寒四温ですから暖かい日もあれば寒い日も出てきますので。 まあ、その山間仕様の中で、一日でも一日でも桜がね、長く持っていただけたら、いいのかなと思っています。さあ、実はですね、今週末。日本海側の、天の橋立に行くツアーがあります。毎月第四日曜日と言いますと。私たちらく旅では、味巡りという。お食事と散策を楽しむ。 味めぐりという会があるんですもう毎月毎月ご参加いただく方がいらっしゃいますのでその方を中心にこの味巡りの会を行っているんですがとはいってもね皆さんご興味がある方は是非1回からの参加もできますからあ4月の料亭さんが良さそうだから行ってみようかなとか5月のお食事ところちょっと興味があるので行ってみようとか。 1>, 1回限りでのご参加ももちろん大丈夫なんですよ。あまりね、楽旅の公式のホームページにはその情報が出ておりません。私たち楽旅の方にお問い合わせで、第4日曜日、味巡り、今月はどんな散策がありますかとご連絡いただきますと、1回からでもご参加いただけます。毎月ご参加いいいいただいてているる方をを中心にこの会を進めているんですけれども 1> 1回限りでででの参加も、OK、なんですでこの今月の3月の第4日曜日つまり今週末3月の26日の日曜日えこの回は天橋立に京都の日本海側つまり海の京都とよく言われるんですがそうこの京都市内は山に囲まれた盆地で海がありませんけれども。 京都府は広い府で北の方に行けば日本海宮津そして天の橋立根町など海の幸が豊かな地域もあるんですその海の幸豊かな日本海側天の橋立方面に行こうということでこれなかなかね後ろが裏移りして透けて難しいですねでは。 これでいきましょうということで3月26日のちょっとねバスツアーのために朝が早いんですけども9時30分スタートしまして日本海側の海の京都に行きましてイタリアンのお料理とそして伊勢神宮の神様アマテラスおミかが一時こもったというねこの この神社と笠松公園からは天の橋立を見るというねそういうツアーに参ります朝9時半京都駅に集合してそこからバスで一路海の京都日本海側まで行きましてそしておすすめのお店で美味しいお食事をいただく予定なんです、えー、こちらの回はですね今回はアチェートという 宮津市にあるおすすめのイタリアン、お肉と魚、両方楽しんでいただこうという会なんですよ。ということで、お店の方はこちらですね、こちらのお店に行きまして、そして、バス代含めて参加費がありまして、えぜひ、楽旅の方までお申し付けいただきたいと思います。もうあのの締め切りがねこの 日付で言うと過ぎてますが実は今週水曜日まで、えー、22日3月22日の水曜日までお申し,がお申し込みが大丈夫で今、ね、もうほぼ埋まっているんですがあと 5, 席あと5席、あのー、まだ空席がありますので5名様、ぜひご希望ありましたらら旅までご連絡いただきますとこのチラシ、メール等でですね、お送りさせていただきまして 今週末の3月の26日、日曜日、海の京都に行きまして、この神社の天の橋立て、そしてイタリアンのお料理、ぜひね、楽しんでいただきたいと思いますので、お申し込みをお待ちしております。はい、さあ、それでは、今日ちょっと旅へ。今日はどこのお寺、どこの神社への遠く旅になるでしょうか。行きたいと思います。 箱の中にある旅くじを引いて今日のトークテーマを決めてみたいと思いますそれでは行きますくじ取り式ですさあ今日はどこのお寺神社がトークテーマになるでしょう行きますよこちらこちらの旅くじを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めますくじ改めです まずは私がどんな中身か確認をしまして皆様に1つ2つ3つとヒントを出していきたいと思います皆さんはそのヒントを聞きながらあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思いますわかったーという方はですねぜひコメント欄になんとか寺 なんとか神社と書き込んで、さあ、どれぐらい教頭しているか、腕試しをしていただきたいと思います。先日は、33言道和澤大八郎というね、かなり難しいトークテーマが出ましたけれども、さあ、今日はどんなトークテーマになるでしょうか。いきます。改めですすさあいきますよ本日のトーークテーマ わかりました本日のトークテーマは国の史跡に指定されるある場所で行われたある出来事ですその国の史跡というのは今も1200年それが伝えられているとされていますなかなか 平安京由来の建物などは今、この京都の街中でも現存しておりませんが、そう、宮中に近い、あの天皇専用の園地が今も二条城の南に残っています。流れ込む川もなければ、流れ出る川もない、まさに 神様のように泉が湧くという場所ですね。そこで、今から1200年前に、ある記念、祈願が行われまして、あることが起こったんです。それを、二人の 法力に引い出たお坊さんが争うように行ったんですちょっと難しいかな本日のトークテーマはある場所で行われたなんとか合戦です何を行った争いというかね出来事だったかということなんですどこどこのなんとか合戦 ということが今日のトークテーマになります。わかりました。それでは行きます。本日のトークテーマは？平安の始め。天皇専用の園地でありまして、後に雨乞いの令嬢としても大変知られることになります。その雨乞いの令嬢となった。始まりは1200年前。 弘法大師空海と守備が雨乞いについて争ったこの新千円雨乞い合戦に由来すると言いますさあ皆さんわかりましたでしょうかこれはね新千円のトークテーマが出てきた時に過去にももしかしたらねトークしているはずなんですけども 新千円で雨乞合戦という出来事が起こったとされています1200年前平安の都にしばらく雨が降らず日照りとかした都になんとか雨が降らぬかと時の天皇から空海守備に雨乞いの命が下りますこの空海 主敏といえば法力に秀でた当時を賜ったのが空海一方西の寺と書いた祭事を賜ったのが主敏という当世随一のそれぞれお坊さんとして名を馳せた空海と主敏この2人に天に祈りを捧げ雨を降らせようと時の天皇から雨乞いの命が下ったといいます。 まずは守備が雨乞いを行いますが祈れど祈れど雨が降らず守備の雨乞いは失敗に終わります続いて空海に対してその命が下り空海は宮中の近くにある神仙苑ここで 火事祈祷を行って雨が降るよう祈りを捧げますしかし空海の力をもってしても雨が降る気配がなく何やらおかしいと思った空海はその法力でなぜ雨が降らないのかその原因を突き詰めたところ雨をもたらす竜の神が主備によって 全て瓶の中に封じ込められ世の中から雨をもたらす竜の神竜神がいなくなったことが雨乞いをしても祈りを捧げても雨が降らない原因であることが分かったんです。主瓶にとっては一度雨乞いを失敗してますから空海が成功すると空海が名声を高め自らの名声は地に落ちますから何としても空海の 雨漕いの成功があってはならぬそこで刑を図って竜の神という神を全て閉じ込めて法力で世の中から竜の神をそして雨をもたらす神を消し去ったということなんですしかしそれが分かった空海は自らの法力を振り絞り残された竜神がないか探したところなんと 竜王という神が残されその神様を法力で感生天高く舞い上がらして見事な雨を都に降らしたと言われていますこの守備と空海の雨乞いは空海に軍配が上がり守備は名声を落としたといいますこれが後の空海が賜った当時がさらに繁栄を極め 守備が賜った祭事が後に没落をするこの当時と祭事の命運の分かれ目になったと伝えられています1200年前都における雨乞合戦以降新千円は雨乞いの霊場として知られるようになります平安の中頃には 小野のの町が歌を読んで雨を降らせたとか、平安末期には、後に源の義経と寄り添う静香御前が舞いを舞って雨を降らせたとか、雨乞いにまつわる伝説が数多く伝えられています。ぜひ一度、今も二条城の南に残る国の史跡、新千円、 流れ込む川もなければ流れ出る川もないという、まさに神の泉として今も伝えられています。その新千園を訪ね、かつての空海と守備の法力による雨乞い合戦に思いを馳せていただきたいと思います。ということで、本日は、見えてるかな新千園、雨乞い合戦についてお届けしました。 ほぼほぼ毎日配信しています。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日のトークはここまでとなります。もう私の顔がほんと黒いですね。こう、もうライトから遠ざかるとわずかこれだけの距離で顔が真っ黒になりますね。<laughs> もうほんとにね、後ろの漆喰の白壁の蔵が明るいので どうしても室内はね暗く映ってしまいます、はい、さあラクタビ通信会員の皆様お手元に届き始めてますかねまだね届いてないという会員さんもいらっしゃるんでしょうか7月の2日宮古鶏ですねちょっと日程が迫っていますのでお知らせをさせていただきましょう宮古鶏株連城が7年ぶりに義温公部に戻ってきます 大震補給を終えまして、今年はコケラ落としの記念すべき講演となります。今日の京都新聞にも大きく宮古踊りの特集記事が新聞で組まれるなど、今年春一番の話題となっています。この宮古踊り7月4月の1日からの講演開始ですが、その翌日の4月の2日の日曜日のお席をいただいています。 お茶屋さんからいただいたこのお席限定数での今皆様へのお知らせになっておりますのでぜひ華やかな京都に春を告げる踊り都踊り行ってみようという方はですね、お早めに楽旅の方までお電話でお申し込みをいただいたらと思いますインターネットからもお申し込みができますのでネットまたは電話で楽旅の方までお申し込みをいただきたいと思います。 さあそれでは心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになるとぐ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からも たくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれでは行きますきっともっと京都を好きになるということで本日は午後の三時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日も同じく午後の三時から お届けできればいいかなと思っていますので明日朝は WBC ・ワールド・ベースボスクラシックの準決勝それを見てからの午後にまた皆さんとお会いしたいと思います。それでではは本日もごご視聴いいたただきままししてありがとうございましたではポチー